たまんよりも心も叩く間に終わらせよう。武士道というは死ぬことと見つけたり、道半ばにしてこの身を捧げるわけにはいかないし、弱き音も連れて歩くほどの糧はまだないし、刀を研ぐ者、飯を作る者、可愛いけど者、連れ戦闘開始。淡くもろく咲いた花が一夜にして散るぐらいの北風が吹く夜には、煙くゆる土間に座り、弱りかけた仇にらみ、一末の怒りを見るが、一月の寒さが我を我に返し、キビス返し、また繰り返し、がたいことだと嘆いてね、どこまでの大かきしむ音でけだ者が目を覚まして、主を迎え入れるための毛伸び始めている様子が見える。昔々令和初期の軸音機からのお便り、